や、見てくださいよ、もうすごいですね。本当に山ってすごい。もう、爺の滝、蓮華岳、蟻の木ってここ並んで、もう、剱岳まで見えてるっていう。本当に山来てよかったな。そうです。悪いことばかりじゃないんですよね。実言うと、地元の大町市のそびえ立つ山ね、爺ヶ岳の橋も、連日で登れてるっていうところがね、やっぱいいとこなんじゃないですかね。本当に、ちょっとね、タオルがずれ。こんな感じですよね。いやー、本当に、いい景色を朝拝めましたね。まあ、今日もね、なんかまた昨日と同じようにね、昼過ぎぐらいからまたガスってくるような感じの話を聞いているので、まあ、南方行って、ね、本当に、もう北方は次回考えてるんだって言われるかもしれないですけど、そうですね、今回は無理せず、まあ、それも何年後の後の話になりますね。やっぱ、ちょっとね、まあ、家族というか、親父のことだけどね。まあ、今回はね、本当に看護婦さんとかね、弁護士さんも気をつけてくださいねと言いつつも、まあ、次の時、鹿島行くんですね、つって、いいですよって言ってくれて、まあ、コロナは5類になったけどね、私の場合は今日これで家帰ったらね、まあ、なるべく外出は控えます。ね。そんな感じです。まあ、これをね、あと登ればね、布引山ですね。これがね、登るの大変ですね。あとね、昨日、山荘の人行ってたんだけど、僕もね、ちょっとね、今回出会いたいなと思ってるものがあります。それはね、やっぱ昨日もちょっとちらっと話したライチョウになりますね。でね、今の時期ね、本当にライチョウってね、子供連れが多くてですね、まあ、親とひよこがいるんですね。これ鳴いてんのか、これライチョウなのかな、違うような気もするけど。まあ、会えるといいんだけど、なんか今日は会えなさそうって気がする。あれでもなんかここの感覚記憶あるんだよな。やっぱり俺ここ登ってるような気がするんだよな。本当に登ってるような気がするんですよ、間違いなく。まあ、かといってね、本当に真実が爺ヶ岳だったらがっかりしますけど、まあ、それはもうね、中学校で爺ヶ岳登るだけでも偉いことなんでね。あと反省点っていうか、まあ、こればっかしょうがないんだけど、本当はね、4時過ぎに出られることもできたんですよ。ただね、まだちょっと暗くて、カメラ、これ今アクション3で撮影してってるんですけど、まあ、帰ってみないとこのね、画質ちょっとわかんないんですけど、結構、高感度働いて、粗い絵になってんじゃないかなって、ね、気はしているんですけど。よいしょ。すごいですね、もう2人ね、登ってるところに、3人いますね。あ、4人いた。いや、
みんなすごいな、ハーハー言いながら登ってる。私たちは、おお、瓦礫っていうか崖ですね。こんな感じですね。落ちないように行きましょう。そっちの方にもね、登山道ありますね。なんか道っぽいものがあります。野引山が分布になってるのかな。そうなのか。おお、よく行ったね。あのね、昨日も見ましたけどね、こう小さく綺麗に咲いているね、この白い花、いいですね。本当にね、今ですよね、多分ね、高山植物で花が咲かしてるのが結構見れる時期って、これからってのもあるかもしれないけど。うわぁ、本当に、すごい。ああ、あれ、あそこ、あそこは爪、種池だ。いや、思ったより遠かったな。まさにね、ちょっと風強くそうなんですね。あとは言ってもね、僕は実は服ね、上4枚着てました。これ以上寒くなるようだったら、後ろね、カッパを上持ってきてますんで、カッパをね、羽織りたいと思います。結構人が出てますよね。いや、すごいな。山に見とれちゃいました。もうこれだけでもお腹いっぱいですね。本当にいい感じです。ちょっとね、朝の塩飴をね、そういえば食べてなかったなと思って、塩飴ね、食べていきましょうかね。今ポケットに近いようで遠くに、で、登るともうね、疲れが吹っ飛ぶようなね、すごい景色が広がってるっていう。まあ皆さんどうでしょうね、登ったことない人はどう思うのかな。例えばですよ、さっきみたいにこう山も登ってなくて、この切れ目からね、こう向こうを見てですよ、山梨県のあの富士山が見えるんですよ。大町市から山梨県が見えるってすごくないですかねえ。しかも富山まで見えちゃうすごいねって思いませんかって。で、そこを見るために家からね、まあ登山口まで車で来るも交通手段使ってもいいんだけどね、そこから歩いて登ると、2本足ですよ。苦労して苦労してね、頂上着いたらもうご褒美、やっぱ景色というご褒美がね、待ってるってやっぱすごいと思うな。うん、今日ね、まあ、柏原新道からはね、僕の家まではね、まあ、車で
20分あればついちゃうんですけど、そのね、まあ家の帰る一応目標時間はね、一応ね、5時までには帰りたいなと思ってます。はい、まあ、登山計画ね、キノコ屋の人にも話したし、登る登山口でもちょっと話してて、下山するときね、昨日大谷原か、まあまた行ってこう帰ってこの柏原新道にするかっていうのを悩んでたんですよ。で、やっぱね、今日っていうよりも昨日夜、小屋、まあ、受付の時にね、どうしますかって言われて、ちょっとね、決めました。帰りはね、まあ、来た道帰っていくと、それがやっぱ無難だろうっていう判断をしたので、ね、いやー、綺麗だわ。ちょっとね、写真撮りたいな。いやー、人早いな。人撮ってるような感じ。まあね、今登ってね、今写真撮ったんですけど、思うのはやっぱ朝一でこう登るとね、結構涼しくていいですね。ただちょっとお腹寝冷えして、お腹冷えして、お腹壊して、そこら辺で、嫌だな。ちょっと思いつつも、ね。よいしょ。よいしょ。
すごいね。これ下の方ね、ここ大町市なんですよ。もう鷹狩山がこんなに低く見えるって、本当にね、すごいですね。あれ、月がいなくなったな。雲に隠れたかな。そうですね。次もし、まあ、今年はね、今季はもうね、今月いっぱいで、実は冷たい季節なんですよね。閉じちゃうんですよ。で、理由はね、トイレの改修工事があるらしくてですね、まあ、普通例年だとね、9月中旬ぐらいまでやってるみたいなんですよね。まあでも9月中旬って言っても相当寒いですけどね。で、もしね、もうね、今月はちょっともう、お盆もあるし、親父も帰ってくるし、それ以降ね、ちょっとどうしようかって今悩んでんだけど、まあ、もう今月来れないだろうなと思って今日になったんだけど、まあ次回ね、どうしても北方をね、登るんだったら、あれですね、連泊必要ですね。ただ連泊厳しいな。まず厳しいと思ってるのが、そう、生き物なんですよ。私ね、こう見えても結構ね、生き物のことね、案外、視聴者さんには、紹介してないんですけど、唯一紹介してるのはね、メダカぐらいだと思います。実はね、商品紹介とかね、レビューするときにね、まあ、聞こえた人は聞こえたかもしれないですけどね、実はインコ2羽飼ってるんですよ。でね、そのインコ2羽ね、今日も今心配しながら登ってるんですけど、大丈夫かなーって。もともとね、インコ、おふくろとか弟が飼ってたインコなんですよ。でね、まあ今本当に家庭裁判所の方でどうなってるかわかんないですけど、弟がね、亡くなったんで、インコもね、一応相続したのは親父になるので、あれなんですよ。まあ、インコもね、一応管理していかなきゃいけないっていうところがね、私はインコって最初、あんまりこう噛みつくしね、本当のこと言うと、そういうところはあったんですね。ところがね、この1年ね、毎日こう、インコのね、巣のこう、掃除とかね、世話をしてるうちにね、だんだん可愛くなってきちゃってね。まあ、2羽いるんだけど、1羽はね、もう僕に、懐いてくんないですよね。やっぱそうですね。その最初の1羽、まあ、その1羽がね、最初に買った、まあ、今生きてる中で最初に買ったインコなんだけど、もうだいぶ10年以上生きてる、ね、
インコになるんですけども、ちょっとここですごいですね、ここまで登りました。あそこね、さっき止まったところが見えますね。じゃあ進みますかね。でね、そうなんですよ、あのインコが幼少の時にね、そのインコね、私手づかみで掴んでから相当嫌われてるみたいで、うん、噛みつくわ、もうねバタバタするわ、ひどいんだけど、まあ最近ね本当に可愛くなってきちゃってるっていう。あともう一羽はね、あの弟が生きてる時にね、最後ね、一羽だけだったらかわいそうだっつって2羽目買ったんですよね。今3年生きてるから3歳、まあ人間の年で言うともっと上なんでしょうけど、ね、実はそのインコはね飛べないんですよね。羽あるんだけど、やっぱ羽の角度がちょっとおかしいっていうか、まあそこを買った時も全然気づかなくてね、そのうち飛べるようになるだろうと思って板が全然飛べなくてですね。でそのインコはね、私にすごい懐いてるんですよ。もうね、あの多分僕を嫌だと思ってるのかなっていうくらい、もうね夜とね近寄ってきてね、くちばし突き出してね、こうこんな話途絶しててあれなんですけど、鼻、僕の鼻ねツンツンしてくんですよね。でそれがね、もう1年ずっと世話してるとね、やっぱねこう泊まりでどこか行くってなった時に、やっぱね毎日毎日インコの世話とか触れ合いたいから、やっぱねインコの世話をしてからね、あのどっか、まあ長野の家帰るだとか、山もそうですけどね、泊まって帰ってきて次の日また会って世話するってやらないと、ちょっとねそういうことをちょっと考えててですね、やっぱ今日もね本当に無理は本当はいけないんだけど、まあもう見てね、今南方まで行って帰ってきます。であそこで水多分ね買うことになると思うんですよ。であの種池山荘まで行ってしまえばね、あとはもう柏原新道はねなだらかというかいい登山道に整備されてますので、もうあとはね本当にゆっくりゆっくり一歩ずつね足出してね、こう降りていくっていうことができると思ってるんですよ。で多分さっきね僕のコースタイム聞いて、皆さん、まあ、ベテランの方は遅いなって言われるかもしれないですけど、まあ、僕今精一杯かもしれないですね。やっぱこれで行って、まあ9時、酸素持ってから9時、9時半にしようか、9時半にしてね、ため息酸素、3時間12時半、12時半か、そうだね、12時半、1時までに種池山荘につければね、あとは登ってきたのがね柏原新道3時間半だったので、下りね若干早くといっても同じ時間で見て、3時間半で見た時にね1時半、5時だね、5時目標だね。やっぱでね、今ね標高は2655メートルの、時刻は5時48分、ちょうどね1時間ぐらい経ったかな、いやまだだな、1時間、おお朝日が見えてきてる、日がえらい高くなったな。
次回来るときはね、あれですね、最初は冷たい雪山荘に一泊して、北方まで行ったら今度は泊まるのが種池山荘にしましょう。そうすれば3日目は相当楽ですよね。それは可能だと思うな。あそこ上行ったら頂上かな。そんな気がするな。ライチョウがいる。すごい。おお、君。そこにいて。頼むよ。いやー、びっくりしました。ガサガサって音するから何かなと思ったら、そこにね、ライチョウいるんですよ。すごい、ライチョウこんなに間近で見たの初めてだ。ありがとね、今回会えないと思ってたんだ。元気でね。いやー、びっくりしましたね。ライチョウがいました。あら、会えると思ってませんでした。まあ、子連れとはいるかもしれないとは聞いてたけど、いやー、嬉しいですね。ライチョウさんに会えるなんて、本当に嬉しいです。雷の鳥か。あ、もうそこ頂上かな。あ、もうそこが南方ですね。おお、太陽がまぶしい。あったかい。さあ、このべき山到着しました。のべき山ですね。撮りますので、一旦カメラを。